味しいもの、にぎりに絶賛の時間がやってまいりました。今回は延岡市にありますブルシロ町4丁目のこちらダンススタジオリズムマスターさんにお邪魔したいと思います。さあ今日はですね、ストリート系のダンス、ヒップホップ、ね、いろいろあると思います。ジャンルがその中でも、ね、先生が面白い企画を考えてくださったので家でもできる、ね、体操というのをですねしたいと思います。さあコロナ一人の皆さん、私も含めてこのダイエット、ね、頑張って練習して覚えていきたいと思いますので、ね、皆さん今から楽しみに汗をかいていきます。レッツゴー。こんにちは。ありがとうございます。大きい鏡が、ね、はい、やっとダンスが始まっちゃいましたよ。始まっちゃいましたね。初恋だったということで、まあ、そうです ね、 ね、まあ、普段は、ね、結構アパレルですけど、はい、撮影というとことで、ですね、ありがとうございます。声が叶いました。はい、それで、まあ、はい、その後にもね、今日は、あ、そうですね、ライブの方もご一緒させていただけるということで、はい、嬉しいですね。キツネさんでしたね。はい、キツネさんですよ。後で皆さん楽しみにしていてくださいね。はい、ということで、はい、ご飯食べる前に運動ということで、はい、いいかなんか、いいかなんか、まあ、食べる前にちょっとカロリーをね、消化させて、そして美味しく食べましょう。はい、食べますね。はい、今日は翔先生ということで、はい、キツネマスターの翔先生です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。わ、こんなボトルのあなた、今日は頑張ってダンスして練習しましょう。志望、楽しみにしてください。はい、それでは皆さん楽しみなダンス、これから日高先生に教えてもらいます。今日のダンスはどんなダンスを教えていただけるのかな。はいはい、そうですね、今回ダンスは、はい、この後いろいろ、ね、運動できなかった方々たくさんいると思うんですよ、うん、で、ご自宅でできるトレーニング、はい、まあ、コロナ太りって先ほど言われてたんで、うん、ね、楽しさだとか、うん、まあ、僕もいろんな、ね、企画でちょっと太っちゃったんで、はい、はい、ね、いろいろ多分僕で YouTube 見ていただいたら分かると思うんですけども、はい、ちょっとテイクアウトね、食べ過ぎちゃったんで、ね、それを今回この野々さんのね、これタイトル何でしたっけ。ヌノンの延岡、美味しいもの見つけた。美味しいもの見つけたですよね。すいません。で、食べようと、食べる番組のちょっとそう消化させましょう。まず初めに。そうですね。はい、運動させて、頑張っていきましょう。はい、では、いいですか、早速。はい。はい、まずですね、はい、太ももを上げていきます。はい。右足、左足というように、斜め方向に上げましょう。はい。そしたらですね、この筋肉が、下っ腹に、触ってくるわけです。ますね、はい、だからここ、こうですね、エアロビクスを昔されていたということで、はい、そうですね、インストラクターこれでも一緒。あ、インストラクターされてたんです。はい、すごい。じゃあ、ストリートダンスって、はい、結構エアロビクスと違ってねじる動作が結構あるんですね。ですか。はい、エアロビクスってねじってる、うん、ねじますね。あ、ねじります、ね、あ、そうですか。うん、なんかこう、例えば後ろクロスしたりとかするときに、うん、こうなっちゃいますね。あ、そうですね。ですよね、うん、こういうような感じで、あんまりねじる動作を、まあ、僕は見たことないなと思うんですけど、うん、まあ、ストリートダンスは結構ねじる動作が多いので、はい、はい、今日は下腹部ですね、はい、下腹部とその、ね、じる側筋をちょっとやっていきたいなと思います。はい、じゃあいきましょう。楽しみです。はい、で、足をこうつま先で上げるとあんまり効かないですね、はい、ですのでここ、つま先と、この間ですね、この間に、ボールを乗せるようなイメージを持ちながら、斜めに。あ、ボールを。そうそうそう。つま先ちょっと上に上げながら、しますね。いきましょう。せーの。1、2、3、4、5、6、7、8。もう一度いきましょう。1、2、3、4、5、6、7、8。はい、
右足、左足、ただちょっとテクニックっていうか応用で2回上げましょう。2回、反対左、左、右、左、2回。あ、いいですね。やっぱりやったらなきゃ。左、右、2回、左、右、左、2回。はい。ね、ちょっともうすでに熱くなってきたんじゃないですか。暑くなってきました。はい。じゃあちょっと音楽乗せちゃいますか。乗せちゃいましょう。はい、乗せちゃいましょう。楽しいですね。どんな音楽なんだろう。はい。こうも来た。ちゃんとね、前向いてソーシャルディスタンス保ってますんで。ね。前向いて喋るんで、結構ね、気にしなくていいですからね。まあ、全然大丈夫です。じゃあ、右足から左、右、左っていうような感じで鳥の助やっていきましょう。いきます。シックス、せーの、笑顔素敵ですね。エアロビクスのエコです。OKOKOK 大丈夫ですか。大丈夫です。はい、じゃあハンズクラフトって結構流行ったの知ってます？なんかYouTube とかで結構人気だったっていうのは僕知ってます。ただちょっとしか見たいのどういうのかわからないんですけども、はい、こうね、で、よくはこの時ありましたね、なんか
ジャンプをしないトレーニングということで、うん、はい、じゃあちょっとやってみましょう。せーの、1、2、3、4、1、2、1、2、3、4。いいですね、いいですね。いきますか、いきますか。じゃあ、お手伝いしてやってみましょう。はい、じゃあぜひ、目の前の皆さんもですね。はい、じゃあやってみてください。はい、じゃあそれでいきましょう。いきます、はい。もう時間帯も結構朝から約10時ですかね。はい、全然してないです。
夕方から5時30分から10時まで、はい、やっておりますので、はい、まあ、ただですね、今ちょっとすみません、前を言ってください。スタジオに入ってくる前に必ず消毒していただきます。はい、ハンドジェルですね。で、生徒さんが来る前に換気と、そしてスタジオをアルコールで消毒しております。で、生徒さんのレッスンの間も換気と、そして消毒徹底します。はい、で、もう先生部のマスクをつけた状態で、まあ、ちょっと息苦しいところはありますけども、やっぱり、ね、子供さん、大事な子供さんを預かってますので、健康状態とかいろいろね、やっぱり最新の注意を払わないといけないかなと思ってます。はい、最初はね、もう帽子ですね、しっかりされてますよ。はい、ですので皆さんね、どうぞ安心してダンススタジオリズムマスターへお越しください。はい、ありがとうございました。